関東では台風一過の青空が広がります。ただ各地猛暑となりそうですね。そうなんですよ、まあ、台風7号が残していった影響といった感じになりそうなんですね、はい、でその様子まず風の流れをご覧ください。これ今日の12時の地上付近の風を示した図です。で台風7号自体はもう東の海上に離れていくわけなんですけれども、台風に向かって吹き込む風がこういった形で入ってきます、まあ、北西風となって関東エリアに来るわけなんですけれども、まあ、山を越えてその風が吹き降りてくる、まあ、フェーン現象があちこちで発生をするという形となります、はい、でこういった影響もありましてですね、こちらが、まあ、気温予想なんですけれども、まあ、関東だけに限らず西日本にかけても高温、高い温度が出てくる中、特にそれ東日本で顕著なんですね。で東京都心は昨日より7度上がります。36度予想となる見込みでして、再び危険な暑さです。でこちらがその熱中症の危険度を表す指数 WBGT の値なんですけれども、この通りですね、もう午前中から危険レベル赤色が増えていきます。ピークとなってくる今日のお昼過ぎまで来ますと、この紫、非常に危険レベルといったところも多くなる見込みでして、はい、まあ、今日は引き続きまたね、屋内でも熱中症に警戒をしてください、屋外に出るような場合は暑さをまあ少しでも避ける行動ですとか、はい、あとはですね、水分塩分補給などもしっかりと行っていただく、まあ、そういった対応を続けていただきたいと思います。はい、この先の天気や気温に関する最新の情報は天気アプリウェザーニュースからご覧ください。